I'm Dr. Osamu Goto, Department of Gastroenterology, Nippon Medical School, Tokyo, Japan. I'm glad to have a chance to introduce tips and tricks of my gastric ESD via website. I'd like to thank to Dr. Yumiko Kamogawa and all concerned. Please enjoy the video. In this video, I'm going to talk about endoscopic submucosal dissection for early gastric cancer, particularly indication, tips, and management of adverse events from my viewpoint. As you know, ESD is a minimally invasive intraluminal surgery to cure some kinds of early stage gastrointestinal cancers without organ loss. By using this technique, we can remove large lesions completely because we don't have to limit the target size to electrocautery snares that are used for endoscopic mucosal resection. We can also obtain complete resection of lesions regardless in location if an endoscope can reach to the target. Furthermore, ESD can cut hard fibrotic tissue on which a snare will be slipped. Therefore, we can remove such lesions in an box fashion with negative vertical margin. The basis of indication in ESD is that the target lesion has a potential of node-negative cancer. Precisely, in intestinal type cancers, intramucosal cancer without ulceration or 3 centimeters or less with ulceration. In contrast, in diffuse type cancers, the lesion is limited to 2 centimeters or less intramucosal cancer without ulceration. The indication of ESD is determined by preoperative diagnostic endoscopy. The ESD procedure involves demarcation of the target, submucosal injection, mucosal incision, and submucosal dissection. For intraoperative bleeding, endoscopic hemostasis is required. I'd like to provide the tips in gastric ESD with video. はい、それではこれから、治療に移りたいと思います。はい、まあ、カイツ先生がつけていただいた美しいマーキングのもと、まあ、このように、病変が観察されますね。じゃあ反転でですね、肛門側からいけるかということでトライしてみますと、まあ、こんなふうに観察はできるんですけれども、まあ、非常に操作性が悪いですね。これで、見上げた状態で長時間剥離をするのもなかなか、難しいですね。順方向で正面から剥離をしていこうと思います。で、使用するスコープはですね、うちは2チャンネルマルチベンディングスコープを持っておりますので、まあ、それを用いて、適宜このセカンドベンドを使ったりしてスコープをコントロールしていこうと思います。最初に肛門側を、まあ、切ってゴールラインを決めて、それで正面から、まあ、剥離していくという方法もあるとは思うんですけれども、おそらくこの病変はですね、それをやってしまうとどんどん病変が手前にずれてきてしまってですね、ますます正面視する角度になってしまいますので、あまり得策ではないのかなと思っております。ということでですね、まずここをなんとか頑張って、剥離をして粘膜下層まで進めていくと、針を出していただいて、局中液は、これは何ですかね、樋口先生、これは局中液は何を使ってますかね。はい、お願いします。最近は、当施設はケースマート 20cc ですね、それを生食、はい、
180で解いて、まあ、5倍希釈をしたもののケースマートを使用しております、はい。そうですね、あのグリセオールを長く使ってたんですけど、まあ、非常にあれもいいですよね、泡が出ないというのもいいですけどね、はい。まあ、あのケースマットを適宜希釈すると泡も抑えられて非常にいいかなと思います。こんな感じで、まあ、半周弱ですかね、比較的あの僕は結構最初の粘膜切開を広めに置くことをしています、まあ、あのフラップを作ることが大前提で、まあ、比較的大きい方が入り込みやすいかなという思いがあります、はい。では確かに、ではデュアルナイフ J の 2mm ですね、でやっていきます。これは設定はどうですかね。じゃあ金井さん、設定を教えていただけますかね。はい、設定が、カットがドライカットのエフェクトが4で、強行モードがスイートコアグのエフェクトが4になります。はい、ありがとうございます。切り進めていきますとですね、こんな感じで、金層が少し立ってくるんですね。ですので、あまり欲張らずにズボッといかないようにですね、まあ、表層層を決めて切っていくのが大切ですね。で、粘膜下層剥離の基本はですね、 下から3分の1ですね、金層の、上全体の3分の1のところを目安として剥離していくのがいいと思いますね。こんな感じでやっていきますね、はい。ちょっと深かったかもしれないですね。まあ、あの当院ではインジゴカルミンですねを極中液に混ぜております、まあ、そうすると綺麗なブルーの層が見えてまいりますので、まあ、そこの下3分の1のところを剥離するということにしています。病変の部位とスコープの種類の使い分けについて、はい、そうですね、いただけますか。はい、小泉先生ですね、ご質問ありがとうございます。まあ、あの基本は普通の 260J でもいいと思うんですけれどもね、やっぱり、風紋直下だとか、あとはですね、まあ、威嚇裏とかですね、まあ、切っていくうちにどんどん病変が離れていくような、そういったような病変ですねに関してはマルチベンディングスコープはいいと思いますね、はい。呼吸性変動や前動が来た時に視野を安定させるコツがあれば教えてください。これはですね、確かに難しいですよね。あのまず呼吸性変動が規則的かどうかを、まあ、しっかり確認するといいと思うんですよね、はい、としてください、まあ、そのためにはしっかりセデーションがかかっているかどうかっていうのが大事になってきますね。で、まあ、呼吸性変動が激しくても、はい、としてください。規則的であればですね、ある程度その動きを予測して、安定したところで切っていくと、はい、お願いします。注意してください、まあ、いうことができますので、まあ、そういう形でやっていくのがいいかと思いますね。あるいはですね、もし順方向と反転操作どちらでもまあいけるような場合であればですね、反転操作の方が呼吸性変動が抑えられる場合が多いですので、そちらを試してみるっていうのもいいかもしれません。通してください、はい、血管が見えてきましたですね、はい。じゃあ通してください。これは右側が静脈で左側が動脈でしょうかね。静脈の方から潰していきます。はいですね。あ、これでうまくいきましたね。まあ、まずはスコープをしっかり安定させてから、長時間の通電をするといいでしょう。はい、後藤先生。はい。はじめ海津先生の方から。肛門側の発赤域のところがやや緩和していて、SM 浸潤もだとかっていうお話があったと思うんですけれども、
実際に SM 心臓を疑ったような病変の場合の剥離振動ですとか、はいはいはい、風だとかっていうところを教えていただきたいんですが。そうですね、あの事前に SM マッシブが疑われて、まあ、ただ診断目的等々で ESD をやらざるを得ない場合もありますよね。そういう時はやっぱり意識して筋層直上で剥離を進める必要がありますね。はい、お願いします。まあ、あの SM マッシブは非治癒ですけれども、まあ、それを証明するためにもですね、しっかりとバーティカルマージンを確保するようなそういう姿勢が必要になってきますので、特に剥離振動に関しては常に自覚的にですね、まあ、深め深めを意識する必要があるかと思います。はい、だいぶここまで来ましたのでですね、あとは残りの粘膜切開をして、はい、お願いします。まあ、誤栓死を避けるためにもですね、はい、ありがとうございます。まあ、なるべく局中が背に入っているところに追加するようにすると、はい、いいと思いますね。マーキングがギリギリ見えるか見えないかぐらいの距離を保ちながら切るといいですね。病変に切り込まなくて済みますね。粘膜切開を確実にできるとですね、次の操作は非常に早くなりますね。ここから出血も抑えられると思いますね。少し引いて病変の下側ですねを意識するように深切りすると効率的ですね。ただ深切りはですね、結構先行の、まあ、温床でもありますので、ここはやっぱり、安全第一でいくといいと思いますね。では潜っていきましょう。当初はですね、早々に糸付きクリップを使ってトラクションかけようかなと思ってたんですけれども、まあ、意外にうまく入ることができましたのでですね、このまま継続してやってます。曲中してください。まあ、病変の色が変わっているのがお分かりになるかと思いますね。まあ、これはもう剥離が終わっている証拠ですのでね、もうほとんど終わりですね。うまく病変を内視鏡に乗っけてですね、その下を切るということですね。まあ、内視鏡の動きを必要最低限することで病変を乗っけたまま作業が続けられますね。これで最後ですね。はい、ありがとうございました。うん、うまくいきましたね。はい。最後は回収ネット使っていきますね。はい、開いて。いいですかね。じゃあこれを回収して。で、最後ですね、しっかりと切除層を確認して露出血管がないかどうかを見ていきます。はい。で、止血鉗子を使った場合は止血鉗子で、まあ、使わなかった場合は高周波ナイフの先端でいいと思いますけれども、それでしっかりと血管を凝固していくということですね。はい、お願いします。という感じですね。アプローチが比較的いい病変に対する ESD の基本を解説いたしました。This is the curability criteria of gastric ESD. These are almost correspond to the indication of ESD, except for 3 cm or less intestinal type cancers slightly invading into the submucosa. Because the endoscopic diagnosis of slight invasion into the submucosa is impossible. And fortunately, cases in this condition have a negligible risk of lymph node metastasis. Needless to say, no angiolymphatic infiltration and negative tumor margin are required for curative resection. Major adverse events in ESDs are post-operative bleeding and perforation. Post-operative bleeding occurs 5% of gastric cases. This figure is almost stable from the initial phase of ESD in 2000. However,
that the number of patients taking antithrombotic agent is increased, the risk of postoperative bleeding is also increasing. Bleeding tends to occur within 2 weeks after ESD. Therefore, patients must be aware of the risk of bleeding even after discharge. Established countermeasures to the bleeding are prophylactic coagulation of visible vessels on the mucosal defect just after the resection of the lesion, and the use of antisecretory medicine. Nevertheless, when bleeding occurs, emergent endoscopy should be taken into account. If anemia is apparent, we sometimes require blood transfusion not to worsen the patient's condition. Perforation occurs less than 5%. This rate is considered higher than that of EMR. This will be one reason why ESD is risky compared to other conventional endoscopic resection techniques. Furthermore, delayed perforation can occur in less than 1% even after successful ESD. To prevent the perforation, cautious maneuver of the endoscope should be done. Blind resection should be avoided as much as possible. When you detect perforation, quick closure followed by intensive monitoring will be effective. In contrast, delayed perforation will take time to recover the patient's condition without endoscopic intervention. We sometimes encounter a difficult case to remove. To overcome tough situation, we have to prepare various options regarding devices, endoscope, and circumstance. If you have severe fibrotic tissue, a combined use of hook knife, ST hood, and hyaluronic acid solution would be helpful. In cases which are difficult to approach, multi-bending endoscope will be helpful. General anesthesia can provide us the best condition for safe ESD. Please select the best according to the situation. Thank you very much for your attention. I'm very happy if this video is of some help to strengthen your skill for ESD. Thank you.